はい、よろしくお願いします。今回は数3の三角関数の同関数 ② をお送りします。で、前回の続きにはなるんですが、今回問題6もやりますので、まず一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ前回、サインとコサイン、タンジェントを微分したもの、まあそれを使った基礎的な問題をやっていきました。で、それのまあ応用というか、ちょっとめんどくさいタイプの問題を今回やっていくんですが、まずはサイン 2x、コサイン x から。で、これはサイン 2x とコサイン x かけたものなんで、積の微分法使っていきます。だから、ちょっとね、ギリギリが攻めますね。y' まあ、どっちからでもいいんですけど、じゃ先にこっち、サイン 2x から微分していきましょう。こっちね。で、これを微分すると、まず、サインがコサインに変わります。普通にね。で、コサイン 2x。ただし、2x の部分をまあ置き換えてる状態でやってるので、最後に 2x を微分したものをかけなきゃいけないと。だから、2x 微分すると2なんで、それが前にくっつきます。2コサイン 2x。これがこいつを微分したものです。で、それにコサイン x はそのまんま。こっち微分でこっちそのまんまだから、コサイン x がくっつきます。で、足す。今度はこっちはそのまんまです。で、コサイン x を微分します。で、コサイン x 微分すると、マイナスサイン x になるんで、こいつかけるマイナスサイン x になるから、ここ符号変えましょう。マイナスサイン2x、サイン x となって、これで終了となります。使うルールは、まあ、今までのね、積の微分法とか、まあ、ここは小を使いますけど、今まで勉強したもの、そして前回やった内容でいけるんですが、ちょっとごちゃごちゃするんでね、ミスをしないように気をつけてください。で、このルートに関して、もちろんね、このままやってもらって構わないんですけど、自分いつもね、この2分の1乗に直してからやる癖があるんで、ちょっとこれでいきます。で、まあ、ルートなんで2分の1乗と同じだと。で、肩の数字まず前に出てくるんで、y' イコール2分の1です。で、そこの肩の数字が1下がるから、マイナス2分の1乗に変わりますと。で、今、1プラス 3x、こいつをセットで考えてる、置き換えてる状態ですね。なので、1プラス 3x を微分したものを最後にかけます。で、1は消えてしまうので、3x を微分すると、コサイン x になる。つまり、こうなると。で、あとはこれをきれいに書き直していきます。この、マイナス2分の1乗っていうのは、ルートにして分母。下に持ってくればいいから、で、あと2がね、下にいるんで、2ルート1プラス 3x と。こうなる。で、分の上にあとコサイン x が残ってるんで、コサイン x となって、これで終了となります。では、ガンガン行きましょう。次ですね。分数になってるんで、まあ、小の微分法を使っていきます。まず、分母を2乗しますよね。小の微分法。3x を2乗するんで、サイン2乗 x と。で、上は、x、まず一回ね。上を微分して、下そのまんまが先。上を微分して、下そのまんま。で、x 微分すると1。まあ、つまりは消える状態ですよね。で、3x そのまんまなんで、まず 3x が乗ります。待って。これあれだ。1行で済むから、ちょっと下げようか。y' イコール、ちょっとお待ちください。サイン2乗 x 分の、で、上微分して、下そのまんまだから、よいしょ、場所が、サイン x。で、引くことの上そのまんまで下微分です。で、サイン x 微分するとコサインに変わるから、上そのまんま下微分。なので、こうなって、これで終了となります。で、次ですね。コサイン3乗 2x です。で、こいつは、コサイン 2x の3乗と、まあ、こう考えてやるのが楽かなと思います。なので、まず、肩の、数字、微分するとね、肩の数字が出てきます。出てきて、で、ここが2乗に下がりますよね。で、2乗に下がるっていうことは、コサイン2乗 2x。こうなります。で、ただし、今、コサイン 2x を置き換えて考えてるので、こいつ、コサイン 2x を微分したものを最後にかけます。じゃあ、コサイン 2x 微分するとどうなるかっていうと、コサインなんで、マイナスサインに変わります。サイン 2x。でも、コサイン 2x を微分すると、2x を一塊で考えてるんで、こいつを微分したものをかけなきゃいけないから、2をかけるっていう。まあ、さっきのサイン 2x と似てますよね。ちょ、コサインに変わってますけど。だから、まあ、置き換えて考える微分を2回やってる感じ。ここに関しては。で、あとは全部くっつけて、3とマイナス2があるから、マイナス6。まあ、サイン先に書いた方が綺麗かな。サイン 2x、コサイン2乗 2x。となって、これで終了でございます。で、5番ですね。で、まあ、全体的に有名なんですけど、この5番すごく有名な、個人的にね、イメージがあって、これも分数なんでここと一緒です。小の微分法を使っていきます。ちょっと長めにね。でそうすると、まず分母、sin(x) プラス、cos(x)、これ2乗しますと。で、次に、上を微分して下そのまんまですよね。上微分すると sin(x) が cos に変わります。こいつね。で、cos(x) に変わって下そのまんまだから配る。分配法則で配るから、ちょっと下、お前ちっちゃく書くよ。sin(x) cos(x) プラス cos 二乗 x になります。まずこれが上微分して下そのまんまの状態。で、引くことの上がそのまんまで下が微分します。で、下の sin(x) プラス cos(x) を微分すると、分かれてね、プラスなんでそれぞれ微分すればいいから、sin(x) は cos(x) に変わるし、cos(x) はマイナス sin に変わりますと。こうやってね。で、上そのまんまのサインがいるから、それを配ると、sin(x) cos(x) で、こっちが2乗になります。sin 二乗 x。で、しかも、マイナスね、引くこともこいつらなんで、引くをこれとこれに配るから、マイナス sin(x) cos(x) で、こっちはプラスに変わるから、プラス、sin 二乗 x と。ちょっとちっちゃくてごめんね。こういう風になります。ごめん。で、これは 3x、cos(x) 消えます、ここが。出なかった。消えるね。で、上がね、sin 二乗 x プラス cos 二乗 x になるんですよ。うまくできてるんだけどね。sin 二乗足す cos 二乗っていうのは1なんで、だから、結局、sin(x) プラス cos(x) の2乗分の1と。これで終了となります。ちょっと線があれか。入りきなかったね。よいしょ。これでいいか。はい。っていう感じでございます。で、ラストですね。で、ラストも、まあ、ラストはあれか。上が1なんで、入るかな。sin(x) cos(x) のマイナス1乗って考えてやっていきましょうか。y' じゃあ、それを微分していきます。で、まず、肩についてる数字が出てくるんで、マイナスが出てきます。で、肩についてる数字が、次数が1個下がるんで、マイナス2乗です。で、今、sin(x) cos(x) を一塊で今置き換えてるので、sin(x) cos(x) を微分したものを最後にかけます。これはめんどくさいね。sin(x) cos(x). まあ、積の微分法です。sin と cos かかってるからね。まあ、ここと同じような感じ。で、まずじゃあ、こっち微分して、こっちそのままから行きましょう。こっち微分すると、コサインです。で、こっちそのまんまなんで、ごめん、ちょっとこれさ、変な解決するけど、いっか。多分入んないんでね、コサイン二乗 x ですね、まず。左微分して、上と右がそのまんま。で、足すことの、こっちそのままでこっち微分すると、コサイン x がマイナスサインに変わるんで、マイナスサイン二乗になります。で、多分ね、入んないからちょっとごめん。こうですね。ちょっと見にくくて申し訳ない。となります。で、あとはこれをまとめていけば、まあ、このマイナス、これね、sin(x) cos(x) のマイナス2乗っていうのは、2乗がね、分母に来る状態なので、どうしようかな。カッコでくくよりも2乗配っちゃうから、これだったら。サイン2乗 x、コサイン2乗 x 分の。これカッコの2乗なんで、まあ、両方2乗で配っちゃうって感じですね。で、マイナスが邪魔なんで、マイナスをここに、分配で配ると、符号が両方変わるので、まずサイン2乗が先に行きます。サイン2乗 x。で、こっちがマイナスに変わって、マイナスコサイン2乗 x となって、これで終了となります。なので、まあ途中でも話しましたけど、使ってるものは新しいことは特にないんですよ。まあ積使ったり小使ったりっていうのはありますけど、まあそれも以前やったものなんで、ただ、その2回ね、その置き換えでやったりとか、ごちゃごちゃしてくることが多くなってくるので、符号ミスとかが結構出やすいんですよね。なので、まあ、そのあたりにちょっと気をつけていただいて、まあ、復習して、ぜひね、テストとかで得点取ってもらえたらと思います。では、今回はね、三角関数の同関数 ② をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。